明日天気になれ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっとカメラを使った、まあ、EC サイトの商品画像の撮影の方法を弊社 DJ が中村さんちょっとレクチャーするという回でございます。お願いします。楽しい会話。お願いします。なんかまずはじめちょっと中村さんの方にどんな風に今普段撮ってるとかどんなイメージをしたいとかこんな統一感がしたいとかってあったらちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、基本今は自然光でレースのカーテンかけて窓際で撮ってるんですけど、環境が統一しないっていうのと家でしか撮れなかったりとかするんで、なんかうまくライティング使って環境が変わっても同じようなクオリティで撮れるようになりたいなっていうのと、まあやっぱりパッと見て綺麗な写真だなっていう、なんかどうしても撮っちゃうとなんかのぺっとしてるっていうか立体感が出ないっていうか、まあそこで結構時間かかったりとかするんで、その辺が解決できたらいいかなと思ってます。じゃあ早速まずは中村さんが普段やってるようなちょっとシチュエーションでどんな風に撮ってるかっていうのを見せていただきたいなと思うんですけど、はい、三脚使ってライトでってことですよね。普段は日光ですね。日光ですね。まあライト使ってた時はやっぱりいい感覚。お願いします。えしかし昼寝してるかもしれない。大丈夫、礼儀正しい。礼儀正しい人突撃しないです。その晩撮影終わって帰ったらあんたともそうなんだ。明るさはちょっと明るめで、まあ、こんな感じで普通に上から、ライトはだいたいこっちの方からどうしても照らしてる感じ。両サイドですか、もしライト使うなら。あ、両サイドで使ってますね。はい、なるほど。では早速DJの方からレクチャーをお願いしたいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめのポイントから、まあ、先ほどおっしゃられてたので場所と時間帯がまずいつでもどこでもできる方法っていうのと、物の立体感っていうのをどれだけやっぱ綺麗に見せれるかっていうのをポイントにやっていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまず、まあ、こうやって見てもらうとこのテーブルに平で置かれてる状態じゃないですか。これだとやっぱりあの立体感が損なわれてしまうので、例えばカメラさっきみたいにこの高さぐらいから撮る場合は、あのこういうもうガムテープだとかちょっとした高さを出せるものを作って後ろに入れてあげる。で写真ではその映らない感じにして、で形をま整えてあげる感じですね。っていうのでまず立体感っていうのが解決かなと思うんですよ。あと光と場所を選ばないっていうのは、こういうライト使っていきます。そうすると日光がない場合でも照明があれば光を補えるっていうのがあります。今見てもらうと両サイドから光を当てるとこういう影とこういう影が商品の後ろに出ちゃうんですよ。それってなんか情報としてはあんまりいらないというか、影を出すんだったらまあ一方方向に伸びてる方が綺麗なその情報として捉えやすい。今一方方向からの照明だけだとこっち側がやっぱどうしても暗くなっちゃうじゃないですか。なので先ほど持っていたこの白い板をこの照明側の反対側に置いてあげる。結構近くで、結構近くで大丈夫です。カメラにじゃあ電源入れて覗いてみた時にこっちで当ててるんでこっち側どうしてもやっぱり明るくなっちゃうんで、そこを一回飛ばないように調節して明るさ最後調節して撮ってあげる。さっき言ってたこれがない場合かなりこっち側のこれもちょっと光量が落ちちゃうので、あるとないとじゃ結構違う。自然光を使っててレースをかけてるってことは光がどっちかっていうと柔らかい方がいいっていうことですよね。なので、照明にもなんかこういう
これ撮っちゃうとその LED ライトが直接出てるんで、うん、光自体がどっちかっていうとパキッとしちゃうので、うんうん、そういうのを和らげてあげる。もしこういうフィルターみたいなのがない場合はあのクッキングペーパーとか薄い白いあの紙あるじゃないですか、うん、それを照明に当ててあげるだけで光が柔らかくなるので。なるほど。っていうのがポイントかなと思います。はい。ということで、ちょっとレクチャー一通りやってもらいましたけど、なんか追加で聞きたいこととかありますか？ライト使ってる時ってカメラのせど、ホワイトバランスってどれを使ったらいい？ホワイトバランス基本的にでもオートで大丈夫かなと思います。日光とかだと時間帯とか、うん、そうなんですね、うん、あのどれぐらい日が入ってるかで結構変わっちゃうじゃないですか。 そうなんですよ。なのでこういう照明の場合はもうオートにしても光の色だったり量が変わらないので、基本的にオートで撮ってもしっかり色味的には白く綺麗に映ると思います。あの何か中尾さん以外にもこういった動画で、まあ、もし通販用に写真撮る人がいればぜひ参考になったらいいなって感じですか。はい。ということで、今回は通販サイト用の商品撮影レクチャーでした。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、写真ではその映らない感じにして、で、形をまあ整えてあげる感じですね。写真には映らない。いや、同じ歌が覚えるかと思いました。浮かんでる僕は使わないんだよ、使わないんだよ。置いてあげる。結構近くなる。結構近くで大丈夫です。写真にその余計なものが映ってなければ。いや、それみんなの頭の中にそれ。レンダリング。また編集。使いますよ、多分。ここまで後の方にしてよね。